はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今回もですね、このライカの話をしてみようかなと思います。で、私自身もね、いつかはと思っていた、このライカのカメラね、を、購入しまして、M のタイプ 240 ですけれども、最新のね、M11 ではないですけど、そのライカのカメラっていうところの、一端に、一応触れることができたので、それによって、変わったこと、考え方とかね、そういうライカっていうカメラに対しての見方とかね、なんかそういったところで変わったところもあるので、今回ね、その辺、またいつも通り箇条書きにしたものを用意したんで、それを読みつつね、少しまとめてみたので、話をしていこうかなと思います。内容的には、今までね、いろんな動画の中で話してきてる内容と、ほぼ被るんじゃないかなとは思うんですけど、少し今回ね、この動画でまとめてみようかなと、思いまして、動画にしていこうかなと思います。で、まず一つやっぱり大きいのはですね、そもそも価格やっぱり高いんですよね。で、そこの部分が、一番のやっぱり大きなハードルだし、あとはその、買ったら買ったで、その妬みみたいなところの、やっぱり原因に一つなってるのは、やっぱその価格だとは思うんですよね。で、その価格が高いものとしては、やっぱりそのブランド品っていうのは、やっぱ非常にイメージとしては大きいと思うんですよね。で、そのブランド志向みたいな、ところが、やっぱりありますよね。どうしてもね、ついて回るっていうところもあると思うんですよ。なので、実際のものとして、その価格だけの価値があるのかっていうところですよね。これはもう皆さん人それぞれ判断していただくしかないんですけど、私の場合は、このタイプ240をあえてこれをね、ピンポイントというか、決め打ちで、ね、この型式モデルを、購入したわけなんですよね。で、実際かかったコストに関しては、Z8 買った時とあんまり変わらないぐらいですかね。それぐらいの価格なので、今の M10 とかね、現行品の M11 とかの市場価格に比べれば、半額以下ですよね、ぐらいの価格で、一応ライカにはね、ライカってのカメラを手にすることができたので、それによってね、このライカっていうカメラ、ライカのカメラ、特に M 型に関してはですね、ただのブランド志向品みたいな、ものではないんだなっていうね、ところを、ちゃんと体験できたっていうのが、一つ大きいかなとは思うんですね。当然、ね、買って使うまではわからないじゃないですか、どんなものでもね。で、ただ高いだけなんじゃないかって、やっぱ思っちゃいますよね。やっぱり、卑屈な人ほどそういうふうに思ってしまいがちだと思うんですよ。ただ、ね、すごくいいっていう人も、やっぱりいますよね。で、熱心にライカのカメラを使ってらっしゃる方もいると。っていうことは、やっぱ何か魅力があるんだと思うんですよね。その価格の高さっていうところのハードルを超えた先に、その魅力が多分あると思うんですよ。で、それを、一旦とはいえね、体験できたっていうのは、非常に大きかったかなと思うんですよね。で、やっぱりその辺ちょっと勘違いしてしまいがちかと思うんですけど、なんていうかな、その、価格が高いゆえに、ライカのそのカメラがですね、他のどのカメラメーカーのカメラよりも優れているというか、上にあるみたいな見方をしがちですけど、それはやっぱり違うんですよね。違うと思います。やっぱライカにはライカの良さがあって、で、私ニコン使ってますけど、ニコンにはニコンの良さがあって、で、ね、ルミックスのマイクロフォーサーズにはマイクロフォーサーズの良さがあって、で、ソニーにはソニーの、キャノンにはキャノンのって言って、それぞれカメラメーカーによって良さがやっぱりあるわけですよね。で、合う合わないっていうのもありますよね。好みとかね、そういったところもあるから、皆さん人それぞれ自分がね、好みに合ったというか、自分に合った、カメラをやっぱ買うわけじゃないですか。ね、ソニーのが好きな人もいれば、キャノンが好きな人もいるし、ニコンが好きな人もいるし、ね、別にそれを否定する必要ってないですよね。で、たまたま私の場合はニコンがすごくいいなと思ったし、ね、ルミックスのマイクロフォーサーズもすごくいいなと思ったし、で、今回ライカ使ってみて、あ、ライカもすごくいいなって思ったっていう、ただそれだけなんですよね。どれがなんか優れてるとかっていう話じゃないんですよ。どれもいいんですよ。だそれをね、この、なんていうかな、価格的に、すごく手が出にくい、ライカのカメラを買って、ね、あ、これもやっぱりすごくいいんだなっていうね、
ものとしてもいいし、出てくる写真もやっぱいいしっていうところが体験できたっていうのはやっぱ一つ大きかったかなとは思うんですよね。で、今ね、私これまでね、いろいろと試行錯誤して試してきたのはですね、やっぱりこの機材、いろいろと機材試してみて、スナップ用の機材として、なんかこう一生使えるじゃないですけど、長く使えそうな機材っていうのを、まあ、探してたわけなんですよね。うん、で、こうライカに出会ったと、まあ、実際使ってみたと、うん、でさらにですね、このやっぱりタイプ2OT が良かったんで、その機材に対する興味っていうのは、まあ、減ったかなっていう感じはするんですよね。なくなったわけではないんですけど、なんていうか今までみたいにあれやこれやっていう風に考えなくなりましたね。なんかもう少し、絞りやすくなったというか、まあ、次あれちょっと気になるなっていうのがこう絞りやすくなったというかね、なんかそういうところがちょっとある感じがしますね。今までだとなんかあれも良さそうだしこれも良さそうだしみたいな、感じでなんかいろいろと目移りしてるような感じがどうしてもあったんですけど、なんかねライカの絵を体験してからはですね、なんていうか一応一つスタンダードみたいな、まあ、基準となるというか、こう軸となるものが一つ手に入ってしまったので、その次というかね、なんかそういったものも絞りやすくなったかなっていう感じはしてますね。実は、まあ、気になってるものちょっとあったりするんですけど、まあ、それはね、まあ、すぐに買うつもりはないんですけど、なので、まあ、今までみたいにあれやこれやっていうふうに考えるようなことはなくなりましたね、機材に関してはね。まあ、今のところですけどね。でレンズに関してはもうこのズミルックスですね。まあこれでもうライカのシステムとしてはもう出来上がってしまったかなっていう感じは自分の中ではあるので、もうね、とりあえず今のタイプ240のシステムとしてはもうこれで完成形ですね。はい。もう早々にこういうのはバッて手に入れてしまった方がまあいいのかなっていうところもちょっと今思いましたね。で、まあ機材にね、まあ、さっき対する興味がまあ、ちょっと薄れたって話しましたけど、なのでそれによってよりこう写真を撮るっていうところにこう注力するようになったというか、まあ自分の中の興味がシフトしたというかね、まあ、そういったところもあるかなって気しますね。なので今まで以上にこう撮った後の写真っていうのをじっくり見て、でなんかああだこうだっつってなんか考え込むみたいな、試行錯誤するみたいな、自己評価するみたいなことをなんかよりやるようになった気がしますね。なんかね、で、新しいカメラが全てにおいて優れているとは限らないと思うようになった。これ前回話した、前々回かな、話した動画で上げた内容ですね。古いカメラに、まあ、注目した方がいいよって話ですね。用途により適切なカメラがあるって書いてありますね。これはまさに野鳥撮影とかする場合はもう全くね、こういったカメラでは当然やらないですし、そのやっぱり写り、ですね、まあ、それはもう当然メーカーによっても違うし、レンズも変われば違うしね、その組み合わせなので、まあ、そういった点でいくと本当にもう山ほどあるとね、その組み合わせにおいてはね。で過去のものなんかもね、混ぜてくるともう、ね、ものすごいこう組み合わせのパターンってあるわけですよね。そう考えると、ね、新しいカメラだけに注目してなんかそれを手に入れようとするっていうのはなんかもったいない気もちょっとするんですよね。まあこれはもう以前の動画でもちょっと話をしてるので、まあ、そっちの方を見ていただければいいかなと思うんですけどね。まあZ8 はともかく、で、7R5 か、まあ、この辺はともかくですね、やっぱりこう、ルミックスのマイクロフォーサーズだったり、まあ、タイプ240もそうですけど、ね、必ずしも新しいものじゃなくても、全然楽しめるよねっていうところですね。これは、もうこのタイプ240を買ったことによって、もう完全に私の中では確信が持ったような感じですね。まあ、今、もうすでに Z8、ね、最新、ほぼ最新と言ってもいい機種持ってるので、なので、まあ、古い方、過去のカメラの方に興味が向いていってるっていうところもあるのかもしれないですけどね。まあ、コスト的にもそっちの方が有利なんでっていう話も、まあ、以前しましたね。はい、そっちの動画をご覧ください。はい。で、やっぱり一つ大きい、このライカのカメラで、
一つ大きいのはですね、ライカ純正のロー現像ソフトがないっていうことですね。なのでこのカメラの中で、ロー現像される、カメラ内ロー現像で出てくる JPEG っていうのは基本的にはもうそこでしか生成できないんですよね。うん、もちろんその、既存のロー現像ソフト使って、でローデータからそっちのね、こう描写とか色味に、描写違うか、色味に寄せるっていうのはできなくはないと思いますけど、大変ですよね。大変ですよね。で本当にこうね、全く同じものを作るっていうのは当然無理だと思うので、そこもこのライカの一つ面白みだと思うんですよね。うん、このカメラ内ロー現像でしか手に入れることが、ほぼできないであろう JPEG ね。うん、で特にこの Type 214に関してはその JPEG が非常に素晴らしいと、いうことなんですよね。うん、でも一応データ保存してますけど、基本 JPEG ですね。はい、私基本的にはそのスナップに関しては、ロー現像するつもりってのは基本的にないので、ね、できればJPEG 出てきたものそのままで、こう満足できるような、納得できるようなものが、出てくれるようなカメラっていうところをまず基本軸として考えているので、それが出てこないカメラは、ロー現像してもどうなのかなっていうところが、ちょっとあったりするんで、これ完全に私の個人的な考えですけどね。なので、そういった意味で言っても、このライカのマエストロっていう、画像処理エンジンね、ここがこう作り出す JPEG のこの素晴らしさね、これは、なんかライカのやっぱ一つ特徴かなと思うんですよね。これはもう純正のロー現像ソフトがないってところが、こういい方向に働いてるっていう感じはしますね。これがライカ純正のロー現像ソフトがもしあったら、なんていうかな、そっち側でね、なんか簡単にって言っちゃうとあれですけど、なんかこうマエストロの秘密が分かってしまいそうな感じもするんで、ね、そういったところをなんていうかな、こうベールに覆ったままにしておくっていうところは、こうなんかライカうまいかなって感じはしますよね。で、やっぱりこのレンジファインダーね、これはやっぱり今まで使ってきた EVF とは、仕組みが全然違うものなので、スナップがやっぱり楽しくなりましたね。で写真が上手くなったかって言われると、もともと別に上手いわけでもないので、そこに関しては今までとそんな変わらないかなって感じしますけど、とにかく楽しいですね。これがやっぱ一番だと思うんですよね。やっぱりどんなにそのいい画像写真を、静止してくれるカメラであったとしても、楽しくないカメラって使う気にならないですよね。こと趣味においてはね、仕事であればそれはね、使わざるを得ないんでやると思いますけど、やっぱ趣味なんで、やっぱ楽しくないとやっぱダメなんですよね。だそう考えると、このライカの Type 214に関してはもう非常にやっぱ撮ってて楽しいので、そういった意味でもやっぱすごくハマりましたね。もう何よりですね、楽しいのがね。で出てくる絵がちょっといまいちだなと思えば、例えばロー現像してみるとかねっていう、いろいろ手段があると思うんですけど、やっぱ楽しくないとね、そこがやっぱ一番ですよね。そこの部分においては、私の場合は、今までもねずっと話はしてきましたけど、ルミックスのマイクロフォーサー GX7 マーク3か、この今のタイプ 240 ですね、この辺がやっぱ楽しいなと思えるカメラかなって感じしますね。なのでやっぱスナップにおいてはどうしてもやっぱ楽しくないとやっぱダメですね。その機材自体がね、使うこと、写真を撮るっていうことがやっぱ楽しくないと、出てくる絵もね、生成される写真もですね、やっぱよく思えないかなっていう感じもするんで、やっぱりこう実際に自分が使ってみて、あ、これで写真撮るの楽しいなって思えるカメラ、それを探すっていうのがやっぱ一番かなっていう気がしますよね。で実際このライカに関しては非常に楽しかったっていう話なんですよね。で今も全然楽しいですね。もうなんか使いたくてしょうがないっていうね、感じのカメラですね。本当魅力的なカメラだなと思いますね。っていうところで、ずらずらっと話をしてきたんですけど、とにかくこうなんていうかな、一つやっぱネックになる、ライカっていうブランドが他のカメラメーカーと違う見方をされるっていうのは、やっぱり価格の部分だと思うんですよね。
ある意味簡単ではあるんですけどね、お金っていうハードルさえ超えてしまえば手に入るので、ただそのハードルっていうのはちょっと高いハードルなんですよね。なのでそういったところが、まあ、最初に話したブランド志向みたいなところをイメージさせてしまったり、こう実際購入した人に対してのこう妬みだったりね、なんかそういったところに結びつくのかなって感じはするんですよね。ただ今ね、別にニコンとかキヤノンとかソニーのカメラ見てもですね、高いカメラありますよね。フラッグシップなんかだともう全然高いじゃないですか。なので別にライカが特別高いっていう風な思いを持たなくてもいいんじゃないかなと思いますよね。高いは高いですよ、そもそもの絶対値がやっぱ高いんですけど、ただまあ他のねカメラメーカーのフラッグシップとか見た時の価格と比較したら、ね、そこまで極端にベラボーに高いかって言われると、まあ、そういうもんでもないと思いますので、やっぱりそのお金って、まあ、ある種暴力的な部分の象徴でもあると思うんですよね。でなんか昔、まあ、バブルの頃だったと思いますけど、なんか日本人がね海外に行ってヨーロッパとか行ってでお金でブランド品を買い漁るみたいなことが結構あってたんですよね。でそれが海外の人から見ると非常にこう浅ましいというかね、下品に見えたっていうことがどうもあったようなんですよね。それっていうのはやっぱりその、ブランド品っていうのはある種伝統工芸品的なところありますよね。でそういったものをお金という暴力を使って買い漁るみたいな姿がやっぱり下品に見えたんだと思うんですよね。でそういったところがこの高いものを買うっていうね、簡単に買えないぐらいの価格の高いものを買うっていうところとやっぱちょっと結びつくところがあるんじゃないかなと思うんですよね。なのでね、そんなポンポン買えない人から見るとやっぱこう憧れの眼差しで見るとともに、まあ、こう妬みみたいな形で見てしまうみたいなところがやっぱあるのかなって気しますね。これはでもなんかその感情が別の方向に向いて、ああじゃあ実際ね自分も使ってみてどう感じるのかっていうのを、ちょっとやってみようかなっていう風なこうポジティブな方向に動けばですね、なんていうか面白い方向にもしかしたらその、写真人生というかカメラ人生みたいなところがね変わっていく可能性もあると思うんで、なんか一概になんかこうね非難するみたいな、感じじゃなくていいんじゃないかなと思いますよね。気になったらやっぱ買って使ってみるっていうね。で、それぞれやっぱカメラにはいいところあるし、やっぱ悪いところも当然あると思うんですよ。その中で自分がね使ってみて楽しいものっていうのをまあ選んでいくというだけの話だと思うんですけどね。やれライカがどうだ、ね、ニコンがどうだ、ソニーがどうだってそういうのはまあ別に。なんか言ってもしょうがないかなって感じはしますけどね。なんか話はそれてますけど、はい、ということで、まあとにかくね、やっぱ買って本当良かったですね。はい、もう楽しい。で写りも出てくる写真もいい。もう言うことないですね。はい、あとはもう撮るだけ。っていう状態にこう持ち込んでくれたっていうね。そういう意識に。まあ、させてくれたカメラでもあるというところもやっぱり非常に大きいかなと思いますね。なのでより写真の方に注力するようになったって感じかもしれないですね。はい、ということで、ライカね、まあ、実際使ってみて、どういうふうにこう変わったのかというところでお話をしてきました。はい、何の参考にも多分ならないかもしれないですけどね。はい、まあ、こんな人もいるということで、はい、聞き流していただければなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。